さあいよいよ、はい、製品版、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。誰かのやつでこうたんやな。お待ちかね製品版を見てみましょう。どうなの、どんなんなってんやろ。キャラクターとか見てみる。キャラルーム、キャラルーム、めっちゃ増えてるやん。あ、ジミーや。気になってたジミー。マイクもやで。半分ぐらい増えてる。増えてるやん。新たなキャラクターの操作を確認します。ドリブラー右に球を打ちます。うわー、ちょっと攻めてるなこのキャラ。何や攻めてるな。あ、方向変われへん。方向変われへんもんこれ。右にしか打たれへんで。攻めたキャラやでこれは。続いては9ボルト。9ボルトは左右に往復し続けます。こいつ攻めてるんちゃうかこれ。動き出したら止まらない9ボルト。ちょうどのとこに合わさなあかんねや。苦手だねこれ。これは苦手や。9ボルトのお母さん5ワットは幽体離脱や。幽体がいるところにワープして周りを攻撃します。ワープできない場所もあります。これでクリアしてたら相当すごいなって感じやな。あ、動いた。うわー、あ、隣のへ、ここ行かれ、うわー、これも攻めてるな。へえ。では続いてバラエティで好きなゲームを遊んでみてください。オッケー。バラエティはプチゲームによる対戦や最大4人で遊べるパーティーゲームなど様々なモードを収録。何これ、いっぱいある。どれ行こう。三角テリトリー。何三角テリトリー。このゲームは対戦プチゲームで勝利した人が旗を立て、三角形の陣地を多く獲得したプレイヤーが勝利。とりあえずやってみましょう。まずは旗の獲得をかけた勝負から。当たんな、当たらんかったよ。危ない。おお、狭いな。危ない。あ、また入んねや。抜いても入んのか。抜くで。脱毛や。うわ、どんどん入ってくる。脱毛。痛がるな。脱毛。あー、負けた。50本。脱毛キング。ダサいな、脱毛キング。でかいんちゃうかこれ。一つ目の三角テリトリーが完成。ラウンド3は有野さんが勝利。これかな。迎えたラウンド4、それぞれのキャラクターは。お、得意な来た。あ、でもどうなんやろ。あ、スーから楽ちゃうかな。え、スーの意味ないやんけ。イエーイ。やったぜ。下に吸うても意味ないやんか。ノリに乗る浜口さん、ラウンド5は。早いな、ありの。あかイエーイ。早いやん。やった。あ、嘘だ。イエーイ。全部ストッパーあるわけじゃないねや。やった、いった。さらにラウンド6も勝利し、浜口さん3連勝。うわー、でかい。でかいやん。勝てるかな。ラストラウンド。5匹くっつけろ。魚を5匹ゲットした方が勝利。
自分にくっつけろってあかん。有野さん5ワットを器用に操り数を増やしていきます。あかん、やばい。あかん、ついた。有野さんが勝利。結果はよし、どこにしよう。でもいけそうやぞ。ここしか行かねえや。さあどうだ。さあどうだ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 。よっしゃ。優勝や。いいでしょう。浜口さんの圧勝。続いて遊ぶのはこれ、行ってみようか。キャラチェンファイト。何それ。これね、知らない。どでか水素で行こうか。対決すんのか。キャラチェンファイトは格闘ゲーム。相手のライフを先になくした方が勝利です。有利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 、シューティングがある。浜口さん5ワットを使いこなせず一方的な展開に。あ、右しか打てない、右しか打てない、左に行かないと。やばい。とここでキャラチェンジ。一定時間でキャラがチェンジ。痛い。あ、本体がここにあるから。キャラチェン後はすぐに特徴を見極めるのがポイント。上にしか打てない。上に行け、上に行け。やばいやばい。いや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 、チェンジが近い。下、下に回って、下に回って、下に回って。こっちじゃない、こっちじゃない。バック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 。フリー。右だったらフリー。ブルーはキャラによって戦い方違うぞ。違うね。立ち位置のミスがいっぱいあった。どうする。え、次勝ったやつが勝利にしようか。そうやな。ここからが本番。果たしてキャラチェンファイトの勝者は。これはリュータリーダツや。あの、幽体離脱もう使いこなしてんねん。やばい。例の双子芸人よりも幽体離脱を使いこなす有野さん。左しか打てない。にゃにゃん。やばい。チェンジか。有野さん大幅リード。左しか打たれへん、左しか打たれへん。あ、はまってもうた。キャラの特性を生かしたサイド攻撃でリードをさらに広げていきます。にゃん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 。ここでキャラチェン。やべ、痛い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 。有野さん9ボルトを使いこなせず形勢逆転。痛い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 。ユタリダツや。やばい、俺全然使いこなせない。浜口さん大の苦手の5ワットで。あかん。やった、撃沈。あかん。やった、吸い込まれた。ユタリダツはあかん。いやー、めっちゃ連打した。久々に連打した。ユタリダツがもう使いこなせてない。ヨヨのやつ全然使われなかった。下下的やってんけどな。ずっとこうなるから上でこう捕まっとこうと思ったらずっとやられてた。俺マイク持ってたからバーン。白熱ファイトの後は5カウントバレーボールをプレイ。浜口さんはディスクを投げる18ボルト。有野さんはジャンプが得意なクリケットを選択。一体どんなゲームなのでしょうか。うわ、来た。5カウント以内に相手の陣地に返さないとアウト。それが5カウントバレーボール。セイ。おー、危ない。どうやったん。わからん。カウントが3まで減るとスマッシュが打てます。おお、すげえ。さらに一定時間ラリーが続くと。ハプニング注意。いけ。何ですか、ハプニング。あー、ちょっと天井低くなった。いやー、タイムアウト。さまざまなハプニングが発生。ラリーの妨げに。あっちに、イエーイ、自滅。あっちにやりたいのに。ラリーをしたいのさ。思うようにラリーが続かない2人。違う、あっちにやりたい、あっちにやりたい。イエーイ、タイムアウト。ラリーしようぜ。ラリーしたいね、ラリーしたいね。こうなったらラリーが続くように2人で協力。にゃん。
やっちゃーにゃんハプニングにゃんハプニングあるでにゃんハプニングやハプニングやなんだなんだなんだ重たい重たいあかんですかなんか落ちてきてるポップコーンみたいなポーズ見た仮に次の勝負で良い子バレーボール王を決めませんかよっしゃバレーボール王やよっしゃ良い子中で公式戦やもん代表決めようやよし有野さんがドリブル浜口さんは18ボルト危ないやくそさあ卓球やで右にショットを打つドリブルの特徴をうまく生かす有野さん好き打ってくるアプリングやい天井にブロックが出現しかし浜口さん鉄壁のブロックやややや俺やおらら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 らいい勝負浜口さん18ボルトを使いこなし徐々に相方を引き離しますうらーよっしゃさらに有野さんのミスも重なりあ自分に浜口さんマッチポイントうわ危ないうわー来たうわーいい球意地を見せる有野さんでしたがえあー何それあー終わったよっしゃバレーボールよっしゃバレーボールなんなかった続いてはリフティング人生って試合出られへんねや悲しい友達おれへんのかなサッカーのルールも知らんしなあもう50後半ぐらいじゃないのそんなリフティング人生を歩むキャラはこれはやっぱり18ボルトやろ浜口さんはバレーボールで大活躍した18ボルト対する有野さんはワリオ赤あーんで青ってことかここだボールと同じ色のキャラクターでリフティングするとカウントが増えますあと吹いてきた青青よいしょあんたはそれリフティングですか青青だったキャラ変えますかこれ俺これええ感じや18ボルトに絶大な信頼を置く浜口さん有野さんは上にショットを打てるマイクに変更あかん3回目の挑戦あかんすまん下に落ち着いたなどんどん減ってってるやんリフティング人生まさに下り坂うわ早い11リフティング人生1ですどん底から這い上がりたいところ赤赤青赤青有野さんシューティングゲームのように打ちまくる作戦に変更うえい危ねえいいよ記録更新さらにどん底から一転順風満帆なリフティング人生を送る2人雨にも負けず風にも負けずどこまで記録を伸ばせるでしょうかよし50いった重い球重い試合したいリフティング人生あれできた快進撃を見せる2人すると玉2つになった増えた3つウェーイ玉が1つでも残っていればリフティング人生は続きますうわよしよしすごいな
なんだこれ。まもなく100回。行こうした。また増えた。よし。100回を突破。あかん。104。いいね、104。リフティングローや。いったね。よい子に挑戦求む。これは自信あります。だいぶずるいけどな。ここでさらなるよい子記録作りにチャレンジしてもらいます。ワリオカップの発売週のお題にチャレンジして一番良かった記録をよい子記録としましょう。よし、そうしましょう。ワリオカップとは週替わりでお題が発生するモード。今回は発売週のお題に挑戦。9ボルトを使って超高速ゲームに挑め、スケボーの動きをよく見てタイミングよくヨーヨーを投げるのだ。出てくるゲームは決まってるから練習すればパーフェクトも夢じゃないぜ。ほう、うわースケボーか。9ボルト一番苦手なやつやん。そやな。よし、でも日本代表としてゴールド取ろう。まずは浜口さんが挑戦。どんな記録が生まれるのでしょうか。何だ。あ、ゼロアウト。おい、うわすげえテンポ。取り返せ。え、取り返せない。一発で取れなあかんねや。いや、止めれない。喋れてもない。じゃあ来たせろ。よっしゃ、倒せ。よっしゃ、押し出せ。よっしゃ、押し出してた。丸めろ丸めろ。遠い。あー無理。プチゲームは全部で34個。どこまでスコアを伸ばせるでしょうか。たどり着かせろ。よっしゃ。うわめっちゃ速い。なんや、剥がせ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 。遠い遠い。剥がせ。おしゃ、剥がせ。おしゃ。あ違う、こっそりこっそり取れ。こっそり取った。得意。赤やろ、潰されんな。潰されんな。処理しろ。遠い。そこ飛んで処理した。持って帰れ。よっしゃ。落とせ。取れ取れ。はい、取れない。外れ。2個集めろ。よし、集めた。ナイス。なんだ、割れ。そこあかん。責任つけ。つけない。ダメだ。穴に詰めろ。穴に詰めれない。くそ。あと4個外せ。ナイス。あと3つ。悪夢を消せ。消せ。あかん。悪夢のまま。電気つけろ。電気つけた。ついた。全部出せ。全部出したぞ。最後。守れない。守れない。それまで。浜口さん、記録は3200。続いて有野さんが挑戦。あほら、あかんかったやろ。一個掘り出せ。あかん。取り返せ。はい。よっしゃ、取り返した。200点や。エネルギー食べろ。溜まってない。着地させろ。はい。してない。倒せ。はい。倒せない。口うるさい監督が隣でサポート。ほら、倒しない。倒しないぞ。たどり着かせろ。はい。はい、たどり着いてない。剥がせ。はい、吐いた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 。星を探せ。おい、探した。あ、探しない。こっそり取れ。ほら。つけろつけろって。つけろ。はい、つきました。ついてない。全部出せ。はい、全部。地球守れ。はい、守った。えらい。結果終わりです。はい、それまで。全然できへん。全然やな。ラスト挑戦。はい。どうする、アルさん行く。俺無理ですこれ。全然無理です。よし、じゃあ俺が行こう。はい。もう一度浜口さんが挑戦。これがよい子記録になります。行くで。出せ。どうぞ。出せ出せ出せない。
出さんかい一個取り出せ、1個取り出せ、取り出さんかい取り返せ、取り返した、よし。鬼コーチが見守る中、折り返し、記録更新なるでしょうか。そこ、よっしゃ、ナイス、剥がせ、ナイス、よっしゃ、それ、あー、取れなかった、こっそりやぞ、よっしゃ、ナイス、これはうまい、得意、真ん中、おい、ギリギリ、よっしゃ、よいしょ、惜しい、ピンクピンク、あ、違う、あかん、もう一丁、雲の上、ダメだ、バレ、もう一丁、よし、よし、よし、ついた、食べろ、ここ、ナイス、詰まった、あかん、さあ一発、ちょっと残った、ダメだ、よっしゃ、守れ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 、守った守った、大本線守った、大本線、よっしゃ、ギリギリ4戦限界ですね、4戦がもう限界ですか。はい、ワールドカップ、よいこ記録は4000点です。はい、はい、挑戦求む。大した記録じゃねえじゃねえか。なるかもしれんけどな。お裾分けるメイドインワリオはプチゲームを200種類以上収録。お二人がプレイしていないモードもまだまだたくさん、ぜひプレイしてみてください。ミニゲームの面白さもありますし、キャラによっていろいろ難易度も変わるし、そう、俺ね、キャラはディスク投げるやつ、18ボルト。ずっとディスクって言ってたけど、うん、ドリブルかな。あ、そう、意外にドリブルが使いやすかった、あのバレーボールに限ってね。苦手なのはファイブワット。5ワット言うのも苦手。お母ちゃんが全く使えなかった。幽体離脱ね。もうなんかうまいことやったらすげえ面白そうな、うんうん、ゲームは、ニンニクを盗むゲーム。あれうまいな。確実に失敗せえへん、うん、懐かしかったでしょ。そんなことないわ。